コーデチェックです。はい、サリさん、今日のポイントはどこでしょうか？今日は女性らしいニットワンピースなんですが、ジャケットで少し色を入れつつも、でもやっぱ小物も黒で合わせております。靴がアシックスのシューズですね。ワンピースは脱いだらどんな感じなんでしょうか？細く見せたいところは細く見せてくれて、ちょっとカバーしたいところはしっかりカバーしてくれるワンピースになっております。それはサリさんが作った品番ですか？はい、一応私担当しております。ヒロさんのファッションチェックです。はい、お願いします。結構ストンって着れる楽ちんなワンピースを着てきました。にすごくたくさん入る中綿のバッグと斜め掛けで掛けます。ワンピースになんかこうアクセントにもなるし、パソコンとかもいっぱい入るんで。パソコンいっぱい入るんですね。荷物もね、いっぱい入るのですごい重宝してます。はい、チューズはエミのオリジナルニットブーツです。チエさんのファッションチェックです。はい、お願いします。これがジレとキャミワンピースがセットになったデザインになっていて、すっごく着心地が抜群なんです。キャメルのお色なんですけれども、すごい秋らしくて、ただサテン地なので本当に夏、今の時期からでも着れるようなワンピースとなってます。皆さん、今日は秋の新作を着てるんですね。そうなんです。これから3日コーディネートで見せていけたらと思います。お疲れ様です。 M さん、お疲れ様です。こんにちは。早速ですがファッションチェックお願いします。はい、今日はもうさらっとエミのブラウスで、私も一番好きな本気のアイテムで、エミのディテールがバリバリ入っている、ちょっと大ぶりなブラウスなんですけど、それにちょっともう自分のヴィンテージのパンツ履いて、靴はキーンさんでしょうか？今日ちょっと真面目な回があったので、実はソックス履いてます。早速行きましょう。はい、前回も YouTube に出ていただいた岸本です。ピンの岸間です。ようこそいらっしゃいませ。ではご紹介をお願いします。はい、こっちウィメンズのライフスタイルのラインで、キーンサンダルのイメージだと思うんですけど、結構スニーカーなんかもあってやってて、まあベストセラーでいうとこういう商品とかはもう15年以上キーンでやってる商品ですので、まあ、結構最近ファッションにも合わせて購入していただけるからと思います。来年もぜひお願いします。これ何ですか？これはみかんレモネード。美味しいね。というわけで、今日はキーンさんの展示会に行ってきました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は何の日でしょうか？今回は秋の撮影で機能性の紹介をモデルはもしかしてお二人ですか？ちょっと撮影の様子見ながら後でファッションチェックさせてください。はい、お願いします。それでは今日のファッションチェックです。お願いします。今日は大好きなエミロゴの T シャツに、鍵編み針のハイウエストのスカートに、エミから出たロングタイプのブーツを合わせました。これすごい軽くて履きやすいです。こちらのエミロゴ T はクライミングスエコーという生地を使っていて、吸水速乾ですごく乾くのが早くて、お洗濯して干す時にはほぼ乾いてるような素材を使ってます。でエミロゴ T は毎シーズンエミから出ているんですけれども、フォントだったりアレンジを加えていて、いろんなタイプのエミロゴが出ているのでぜひチェックしてみてください。ちなみにバッグは、はい、バッグはヨガクリエイターのあやさんと今回コラボしたバッグを持ってます。本当に何でも入りそうですよね。はい、何でも入ります。自転車乗るときにすごく便利だという噂です。はい、ありがとうございます。はい、ではメグさん、はい、ポイント教えてください。ギャザーもナイロンスカート合わせてみました。靴はニットブーツに。わあ、素敵です。すごい履き心地もすごいいいです。ギャザーのナイロンスカートが好みに収縮できるので、 A ラインのスカートにもなる仕様になっています。おしゃれですね。ありがとうございます。メグさん、
何着目ですか？3着目です。頑張ってください。ありがとうございます。 I just need a little more time to make sure that we're doing this right. Oh yeah. Oh yeah. はい、清田さんのファッションチェックです。お願いします。今日はダンボール素材のトップスとパンツのセットアップで合わせてみました。パンツもラインが入っていて、すごくスポーティーな印象のあるスタイルになってますね。ダンボール素材って何ですか？ダンボール素材っていうのは、エミリア定番で毎シーズン出している素材なんですけど、こういった感じで張りがあってウォッシャブルに対応しているので、すごく使いやすい、着やすい素材になっております。今日は結構お洋服がスポーティーだったので、ダーチョウのハット合わせてちょっとシャレ感を出してみました。シューズが私すごいこれおすすめしたいんですけれど、エミとヒラのコラボレーションのスニーカーになっています。黄色お似合いです。ありがとうございます。All we guaranteed is a little change. Oh, I don't want my heart to feel this way again. すごい。 I just need a little more time. To make sure what we're doing is right. アキさん、なんでそんな腹筋バキバキなんですか？毎週ホットヨガで鍛えてます。ヨガなんですね。はい、ヨガに通ってます。もう8年ぐらいですね。毎週必ず日曜日に通ってます。さすがエミのデザイナー。いえいえ。お疲れ様です。2日目 Vlog 終了です。お疲れ様です。皆さん、はい、可愛らしいお洋服着てますね。ありがとうございます。今日は何の日ですか？はい、今日はイタリアミラーに出かけたいと思います。ちょっと皆さん早速ファッションチェックお願いします。ではまずちえさんのファッションチェックです。はい、私が着てるのはダンボール素材のトップスになります。で今回はちょっとアップデートしたバージョンになっていて、この襟付きのシャツがレイアウトされたデザインになっています。これを1枚購入していただけるだけでレイヤードが完成するので、コーディネートの幅が広がるアイテムになってます。ショートパンツも素敵です。秋口に、取り入れたいショートパンツのコーディネートもしてます。こちらも中綿入りの、バッグになっていて、持ったこう感じのフォルムも可愛いですし、グリーンのこのカラーがブラックとブラウンのコーディネートにポイントになるかなと思って選びました。ではサリさんです。お願いします。お願いします。今日のポイントはどこでしょうか？エミオリジナルの柄のトップスとこのちょっと羽織でベストを合わせてます。これもリサイクルポリエステルの素材となっております。バッグも色があっていいですね。そうなんですよ。ちょっと全体的に暗かったのでバッグでちょっとパープルを刺しております。チェイさんとお揃いですか？そうなんですよ。色違いです。ありがとうございます。はいはい、アキさんお願いします。はい、私はハイネックがポイントのフィアードのワンピースにニットブーツを合わせました。こちらのワンピースが、ウォッシャブルで肌離れが良くて体型が拾いにくく、そしてシワにならないところがすごいポイントのワンピースになってます。バッグはどちらのでしょうか？バッグもエミです。素敵です。3日間ホイールの以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。